皆さんこんばんは、すぐあきるです。今回は、沈玉の谷で取れる清水玉の楽で簡単な集め方だけを皆さんに紹介する動画になっています。以前もこの動画出したんですけども、なんで作り直してるかっていうと、ちょっと浅い動画だったんですよ。<laughs> スピードを意識して出したら、ちょっと浅い内容になってしまって、その説は本当にすみませんでした。僕なりにもちょっと納得いかなくて、今作り直してるんですよね。 なのでまあちょっとだけ前の動画に多少加えられた程度なんですけど今やってみてますねああとこの動画で初めて僕のことを知った人はなんかよくわかんない話をしてすいませんまあ作り直してるっていう話ですねはい早速集めていきましょうでまず最初の場所は遠くから見た方がわかりやすいかなえっ、ー、と沈玉の谷にある色豆フっていうところの、まあ、港町みたいなところがあるんですがその中央ぐらいかな まあ目印としては最大拡大した時にこの色多くの負の文字のちょうど負の <laughs> 上ぐらいかなのえ建物に、えー、商人がいてこの商人から3日に一度新玉のえあ、ー、ちゃわ盛水玉の、えー、5個ずつ購入できるんですよね清水玉を。 これ何気に赤白とか結構ルリ袋とか珍しい育成素材も揃ってますね。で、この3日に1回っていうのはこのゲーム独自の時間なんですね。だから人によっては最初買いに行った時から3日じゃなくてゲーム内で3日に1回3日に1回ってなってるので、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんが行ってみたら分かりません、ね。だから人によっては、えー、買う前でも3日じゃなかったり、まあ、今僕でも買ってないけど1日とかになってますよね。そんな感じで買えますね。3日に1回更新されるみたいです。まあ 他の場所でもたくさん取れるのでまあちょっと足りない時とかにここで買いに来るとかでいいかもしれませんねはいじゃあ次から拾える場所紹介していきますねまず最初のポイントは「霊イ山」という文字の左上のワープポイントに飛んでくださいねでここに飛んだら向かうのはミニマップでいう北側に向かって歩いていくんですけど、まあ、ここからが結構歩くんですよね <laughs> まあ僕なんかそのなんでしょうかね 足が速すぎたら皆さん分かりにくいのかなって思って、えー、ヨーヨとかバーバラとかでよく動画作ってるんですけど、まあでも風の元素共鳴入れてますよね。皆さんはちゃんと足の速い自分でね <laughs>、自分のパーティーの中で足が速いキャラ使ってくださいね。まあここももしかしたら編集でカットしてるかもしれません。ただただ走ってる映像ですからね、早送りしてるかもしれませんね。はい。で、北に向かっていくと、なんかあの、海側に、あの、なんか、 ちょっと隆起した、うーん、なんて言ったいのが、隆起した岩の孤島みたいなのがあるんですよ。そちらに向かって進んでいきますね。で、その近くに墓石があるんですが、こちらに話しかけていただいて、えー、っと、墓石に話しかけてから、この先端に行くと、お肉が投げれると思うんですよ。で、お肉を投げると何が起こるかっていうと、あそこに見えますかねでっかい亀。<laughs> あのでっかい亀が出てくるのでその亀の上にこのえ静、ー、水玉の塊がたくさん生えてるのでこれを取りますねちなみにこの亀の位置はね毎日結構変わるので僕がこの動画撮ってる時はここで寝てますけど水の上とかにいたりもしますねまあでも基本的にやることは一緒でこの亀の上取ったらこのえー、空中に浮かんでる緑の玉取ってもらって今度向かうのは北東ですね ミニマップで北東方向に行くとちっちゃいカメのこのかわいいですよねえっ、ー、となんか休んでる場所があってその中の1匹だけが持ってるこの塊を回収しますね来たんだったらせっかくだからこれも取ろうって感じですかねでこれを取ったらここの場所は OK ですねで次の場所もまた同じワープポイントに戻っていただいてここから3か所ぐらいえっ、ー、とぴょんぴょんぴょんってなんか移動しますねなので基本的にはここからはこの場所を起点に取っていきますね でまず最初まあどこから向かってもいいんですが一番最初に向かうのは東側ですね東側に向かって飛び降りると、えー、この飛び移れるクローバーマークみたいな弾あるのでこの飛び移れる弾に乗ってこの盗賊砲塔弾 <laughs> 砲塔弾の頭を乗り越えていくと、まあ、下に見えてますよね亀2匹この亀2匹を取るために降りていきますねでこの2匹を回収したら、えー、またポイントに戻ります で次、次えっ、ーえー、とさっき東の方を向いて降りてったので今度は西を向いて降りていきますね西向きに降りていきます、まあ、ちょっと南西かな西より南西ですねすいません南西に向かって降りていきますで南西に向かって降りていくと下に見えますかねあの緑の玉これもワープできる緑の玉あるんでその方向にめがけて落っこちていきますでワープできるようになったらワープしてそしたら見えてますよねえっ、ー、とミニマップ出たら南方向に亀が2匹 ゆっっっくりしてててるののが見えるのででそちらに向かってピューって飛んでいきますねでこの2個を回収したらここの場所は OK ですねでまた戻って次が最後ですが、ね、えっと南の方を向いて今度は飛んでいきますね、まあ、こうやってグライダーで飛んでいってもいいですしこの緑の弾使って一番最初に行った時に使った緑の弾使って発射してもちょっと早いかもしれませんね多分こっちの方がちょっとだけ早いかなまあお好みでねあめっちゃ鳥近く飛んだな リスクもたくさんいいて可愛い場所で、すよねで、えー、南の方に進んでいくと、洞窟見えますよね。この洞窟が目印ですね。この洞窟の中に、えっ、ー、と、塊が確か3個かなあ、嘘ついた。2個ですね。<laughs> 2個取れますね。で、これを回収したら、ここの場所は OK ですね。で、次の場所は、えっ、ー、と、行映像の町の南側の四天心像。この四天心像に飛んでください。 で、視点心臓に着いたら北側を向いてちょっと歩くだけで亀がいて、まあ例によって1個取れますね。でこれ取ったら南側に向かって歩いていきます。南側の、えー、っと、ミニマップで言ったら西寄りかなまあ進んでる方向で言ったら右寄りなんですけど、右寄りのこの、えー、川沿いかな川沿いを歩いていきます。するとワープできるポイントあるのでワープしてもらって、で、そこから見える亀の方に向かって飛んでいきますね。で、ここで3つの塊があります。1、2、3、 ありますね、<laughs> でこれを回収したらその先の南方向さらに南方向の飛べるところに飛んでもらって、まあ、近くにありますよねちょっとアビスいるのがめんどくさいんですがアビスの近くに12ってありますねこれを回収したら、えー、その川沿いに、えー、東に向かって進みます、ね、ミニマップ東側に進んでもらってちょっと鬱っとしいですねこれね2個あるのでこの2個回収したらこの場所は OK です相手凍っちゃった <laughs> ヨーヨーが で次が薬腸の谷なんですが、えっ、ー、と、薬腸の谷の上のワープポイントに飛んでもらって、ここちょっとややこしいんですよね。で、なぜややこしいかっていうと、ここだけ、あのー、キラキラポイントが取れるポイントがあるんですね。厳密には、なんか、叩くっていうコマンドが出てくるんですが、まず最初はこのワープポイントがすぐ近くに見えるこの大きい壺、この壺から叩くっていうコマンドが出てきますね。まあ、それ以外の、えっ、ー、と、石の、ああいうオブジェ、まあ、なんか、 土偶みたいな、うん、ものからも叩くっていうのが出てきて結構いろんな素材取れるのでこの素材目的じゃなくてもキラキラ見つけたら叩くのがおすすめですね。まあこれが一つ目で、えー、と叩くのポイントは4つありますね。これが一つ目で二つ目が、えー、とワープポイントから東に向かって歩いていくとこの木の幹がうにゃーって入り口にすごい根っこかな根っこが、えー、生えてる。 洞窟ががあるんですがこの洞窟走って行ってもらって、まあここ多分何かしら探索とかの兼ね合いで入りようあると思うんですが、一番奥ですね。その洞窟の一番奥のなんか人が住んでた痕跡みたいな場所があるんですね。上の方を登って歩いていくと。その人が住んでたっぽいところの左にある壺。このなんかニョキってなんか結構実がついた。 木が生えてる壺ですね。ここが2つ目ですね。これ取ったらえーとまたワープポイント戻ってもらってでワープポイント戻ったら今度は東に向かって風の翼で飛んでいきますね。このなんか木でできたカーブした橋があるじゃないですかそのカーブした橋の先に大きいこの例によってまた壺みたいなのがあるのでこの壺叩いて取れますね。これが3つ目のポイント。 ポイントですねでそこからまた道沿いに進んでいってもらってなんか道の色変わってますよねよく見たらね。<laughs> それとまたあの木でできたちょっと水にもう使っちゃってるんですけど橋があるので進んでいってもらってでどんどん歩いていくと崖があるんですね。この崖を降りていくと壺と普通に生えている、えー、石がありますね。 で、この壺叩くと確か取れたと思うんですよね。この壺と、で、この3つ普通に取れる分も回収できますね。これは、えっ、ー、と、叩くところは1回きりなんですけど、これは普通に入ってきますね。ここもまあちょっと歩くんですけど、ポイントに加えてもいいかもしれませんね。3個取れますね。なのでこれらを回収したらここの場所は OK です。で、次のポイントは役長の谷よりさらに南側のワップポイントに飛んでくださいね。 ワープポイントについたら、まず北側をめがけて歩いていきますね。滝を上がっていく感じですかね。滝じゃないか、川か。<laughs> この川を上がっていって、川の道沿いに生えてる、えー、この岩を回収していきますね。ここに2個ありますよね。これを回収して、さらに北に上がっていきます。でここちょっと注意点というかコツなんですけど、ヒルチャールが歩いてくるんですね。これちょっと、まあ、時間かかっちゃうんですけど、 ヒルチャールが向こう行くまで待ってもらった方がヒルチャールに絡まれなくてなんかストレスないと思います <laughs>。これは僕の考え方なんですけどね、ここの2個取ったら OK ですね。で、取ったらまた元のワープポイントに戻ってもらって、さっきは北に行ったんですが、そのまま、えー、南ですかね。まあ南って言っても最初のポイントはちょっとワープポイントがすぐ近くなんですけど、方向で言ったら南西ですね。南西のすぐ近くの2個取ったら南に向かって歩いていきますね。 まこれもちょっと歩く距離あります、ありますよね。めっちゃ噛んだ <laughs>。でもこの沈玉の谷のマップめっちゃいいですよね。本当に僕このマップとあと音楽が好きで気に入ってるんですけど。で、まあこうやって言うて歩いていくと参考の塊あるのでこれを回収したらここの場所は OK ですね。で、次が県連山っていう文字の右上のワープポイントに飛んでくださいね。 で、ワープポイントに着いたら西側を向いて降りていきます。西側を向いいてて降りていくとこうやって光の玉がたくさんあるのでまあ、飛べるやつに飛んでもらって目,がす、えー、目指すべきはあの下の何ですかねちょっとうーんなんかハンモックみたいな形になってる <laughs> 地面があるじゃないですかその大きい部分ハンモックの中心みたいな部分に向かって降りていきますねで降りていくと見えますよね この石を取りながらハンモックの右側に沿って上がっていく、川を上がっていく感じですね。ミニマップで言ったら西側かなに向かって取っていきます。1、2って今2個ありましたね。で、奥に4個あるんじゃないかあったかなあったあった。1、2、3、4。さっき2個あったので4足す2で6ですね。ここ石ですね。すぐ近いですね。で、次のポイントは石像の石垣のこのエリアボスがいるポイントの南側のワープポイントに飛んでくださいね。 ワープポイントに着いたら、えっ、ー、と、ミニマップを東側に、カメラを東側に向けて進んで、えっ、ー、と、この、川の滝かなこれはもう滝って呼んでいいかな <laughs> 滝の一番上に一個だけあるので、これを回収して、これを回収したらすぐ近くにワープできるあのポイントがあるので、飛んでもらって、すぐ近くに飛んで、えー、飛べるポイントがあるので、連鎖するように飛んでいきますね。距離が遠かったら、この、えっ、ー、と、射出してもらって、<laughs> ちょっとでも近づいて、これでちょっとでも近づいて飛んでいくとスムーズにいけますね。発射してワープで飛んでいく。これが気持ちよく移動できますね。でその、えー、近いワープポイントにどんどん呪術なぎで飛んでいくと,、えー、とそこから北向いたところにこの1234ってあるポイントありますよね。これを回収しますね。1234ってありますね。これを回収したら。 さっき、えー、発射したワープポイントに戻ってこっち側から来ましたよねこっち側から来たので西側に向かって飛んでいきますで西側に向かってあもうこっちに飛んでくださいねみたいなねもう気持ちよく導線があるので飛んでいくと最後の2個があるのでこれを回収したらここのポイントは OK ですねお疲れ様でした次が最後のポイントなんですけど関所の石垣の文字の左上の視点心臓のワープポイントに飛んでくださいね で、こちらのポイントに飛んだら本当簡単で北側にカメラを向けて飛んでいくだけ。もう見えてますよね。1、2、3って回収できますね。まあ、せっかくなので近づいてもいいですかね。<laughs> この1、2、3を回収したらこのポイントは OK です。はい。いかがだったでしょうか。以上が僕がこの静水浴で本当に作りたかった動画のあるべき姿ですね。<laughs> リベンジ作なんですけど、これね、一回ちょっと浅い動画作っちゃって、そのまんま、かといってなんか動画作り直す気力も起きず放置してたんですけど、ようやく作り直して、スッキリできましたね。はい。では、こんな動画をね、最後まで見ていただいたそこのあなた、ありがとうございます。本当に、いつも本当にね。それでは、皆さんまたね、バイバイ。